今日は別府の観音温泉にある万力屋別館というお宿に泊まりに行きたいと思います。ミレとパパは今回泊まるタイプのお宿は初めてです。今日は鹿島というタイプのお宿に泊まります。鹿島は病気を治したり疲れを取ったりするために何泊も安い値段で温泉地に泊まれるお宿のことを言います。どんなお宿か全然パパも分かりません。じゃあこのまま頑張って観音温泉まで走っていきたいと思います。また後ほど、バイバイ。して神奈川の方面に降りていきたいと思います。神奈川温泉ね、細くてくると楽だね。早いなということね。さあ神奈川温泉に来ました。よいしょ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 。さあこの駐車場の中盤に止めてくれと言われましたが、さあ到着着きました。よく寝ましたね。顔にシートベルトなどがついてますよ。万力屋別館の駐車場って書いてある。いいね、なんか風情があるね。ここバリスタ食堂さん、グルメの湯これ湯の川さあ、今日ここです。お、綺麗になってるね、すごいね。万力屋別館の駐車場から入るのかな。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。あ、素敵。お世話になります。こんにちは。どうぞおかけください。どうぞ。こちらにお名前など入っていただいて、はい、よろしいですか。はい、すいません。ミレイちゃんでしたね。そうですって。なぜそこではなんか緊張するの。知らんとこやけん緊張するね。はい、はい、大丈夫です。すいません、ありがとうございます。わかんないって、ほんのちっちゃい建物なんですけど、はい、ご説明だけ差し上げたいと思います。館内がすべてあの禁煙になってますので、お風呂のご利用時間が15時から夜が23時と、はい、朝が7時から10時までになってございます。わ、はい、かります。本当だ本当だ。入浴できますというふうに、はい、相手になっていればどなたもあの使っておりませんので、はいはい、ご利用が可能になっております。はい、こちらが鍵になります。はい、お渡しします。ありがとうございます。こちらになります。どうぞ。おお、すごい貸し出しのおもちゃがある。わあ、すごい。みんな開けてる？お、お邪魔してます。あ、かわいい素敵なお部屋です。こちらのお部屋になりますので。はい。突き当たりが手洗いで、はい、その手前が洗面所になってございますので、はい、ご自由にご利用ください。はい、キッチンもですね、こんなちっちゃいんですよ。こっちなんだ。あ、いいですね。あ、すごいすごい。大丈夫。この辺の方ももう全然使っていただいて結構で、はいはい、あのもうこの中にはこの中にはこれです。おお、すごい。もうお借りしていいんですか、これで。あ、どうぞどうぞ使ってください。こちら、あの、冷蔵レンジで、はい、で、冷蔵庫も冷蔵庫と、はい、あの冷凍庫があります。あ、はい、もし入れられる時はこちらに入って入れていただければと思います。はいはい、なんかもうご自由に使ってください。ありがとうございます。はい、はい、ごゆっくりどうぞ。失礼します。はい、失礼します。かわいいね。お鹿さんかわいい。すごいね、こういうのがかわいいよね。ということで今日はこんなお部屋にお泊まりでございます。景色もほらこんなに神奈川の風景が見えて、一応海も向こうに見えます。
なんか手作りのお部屋みたい。そうだよね、なんかこうアットホームで招かれてるって感じがするよね。さあじゃあお部屋の案内しましょうか。お部屋の案内をします。はい、どっから行こうか。ベッドの上にはクッションがあって枕があって、パパの浴衣を置いてくださってます。ネクタイ、ネクタイじゃねえよ、浴衣の帯だよどんな感じですか。硬い。じゃあ次にここ行こうか。はい、すいません、何から何までありがとうございます。助かります。はい、どうぞ。すごい電源タップ貸してくれた、優しい。じゃあその椅子行きますか。お、なんか入れてくれて、それ何。マンディキャベッカンをご利用いただきありがとうございます、ごゆっくりお過ごしくださいませ、ってお菓子まで用意してくださってます。めっちゃいいお宿に泊まったみたいで、先ほどもご案内いただきましたけども、牧場の使用時間とか無料 Wi-Fi とか装飾の案のご案内とか載ってます。でこちらに館内のご案内が載ってます。じゃあちょっと椅子座ってみる。座った。どうですか、気持ちいい。柔らかそうだね、それですね。パパ座って、座ってみよう。あ、いいですね。柔らかい。柔らかいね、ふわふわ。もうこのまま寝そう。ダメ、ちゃんと。はい、やります。はい。それからテーブルの上には案内があって、アルコールとかも売ってるのでお願いしますって言えば持ってきてくれそうです。電気とエアコンとテレビ。テレビもあそこちゃんとあるね。はい、それからそれから、こっち行ってみようか。クローゼット。たたきの部分にはクローゼット代わりにハンガーがこんなにいっぱい。ふわふわ、これふわ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 だね。ファブリーズも置いてくれてる。ほらで大きな鏡もついてます。待って、んそこにもなんかかけれるようになってる。だ見る、手下げバッグとかもできてる。あ、そうだね。でさ、ここにさ物干しもついてる、タオルとかする。でこっち側に行くとゴミ箱があって、歯ブラシが2つ、それとバスタオルとタオルを2枚ずつ用意してくださってます。嬉しいね、こんな感じ。そしてそしてここにいてくれた可愛い鹿さんの椅子と用意されたキティちゃんです。でこっち側にお布団があって、その向こうにはいいね、大きなテーブル、目玉しろき、目玉しろきがありますね。ティッシュがあって、ここにもちゃんとご飯を置いてくれてます。カメラが映って、カメラ映ってます。そしてここにお仕事用の照明も置いてくださってますよ。おー、ついた。おー、いいね。でここほら見て、椅子座ってみる。かっこいい。どうですか、座り心地いい。でこっちにテレビ、ちっちゃい32インチのテレビがあります。書いてる。うん、32って書いてるでしょ。パナソニックのビエラがあります。上を見るとダイキンのエアコンが設置してあって、お、鹿島なのにエアコンちゃんとついてるんだでこっちに行くとお外が見えると。ゆかリゾートプレミアム風月が見える、あそこで、あの建物。風月って書いてある。風月って書いてるでしょ。で今日は2人で泊まるので、こっちにもお布団敷いてくださってます。こんな感じのこじんまりしたお部屋でございます。柔らかい感じでめちゃめちゃ居心地がいいお部屋になっています。あそこお尻開けてみる。多分お尻お布団が入ってるからあんま開けない方がいいと思うけどな。開けてみようか。ほらお布団が入ってます。リボンの可愛いお布団です。はい、ということで今日はここでゆっくりしたいと思います。もう寝るんですか。はい、よしでから宿題しないと。出てる時に入れるとスイッチをつけて、よいしょ、はい、こうかける、かけると、おー、いい感じ。ちょっと絡まってシャワーに入ります。いいね、このお湯の結晶すごいよね。これはかけると圧力がこの中に入っていくと有識になってます。
元気か。いや、この湯がやみつきになるな。お風呂出てきました。いやいや、なんかね、体とろける。めちゃめちゃいい。温泉でこんなに癒されるってあるんだなという思うような、いや、マジで素敵なお湯でございます。でも、ではね、サラサラする。いや、すごいね、この寝たけさの量とか。で、こちら行くと、洗面台がありまして、こんな感じ。で、ここね、ちゃんとドライヤーも置いてくださってます。パナソニックもケア置いてくれてます。ティッシュも置いてあって、化粧水も置いてある。で、ハンドソープがあって、マウスウォッシュ、フロスピック、コップ、化粧水、いろんな化粧水、時計に、ベープがあって、綿棒、ネコと、いや、すごい、ダリース尽くせるじゃないですか。ここにティッシュあります。あ、ほんと、日本酒だ。はい、ちゅうことで、お部屋戻りましょうか。すごい、偉いね。お風呂めっちゃ良かったよ。あとでまたゆっくり入ろう。なんだってぬるい。え？ぬるい。え？見れば大丈夫、入れる。やった。変な声出しながら宿題してる人もいます。あっち美味しい。じゃあミレドン、ご飯食べ行こうか。入れられますか。はい、いってらっしゃい。ご飯食べ行きます。はい、いってらっしゃい。はい、行ってきます。すごいモクモクしてる。すごくね、これ すごいね、モクモクしてるね。ここももくもくしてるね。一転しようか。おばあさんのあの虫いる。見えてきた。めっちゃキラキラしてる。ここが、うん、ここの屋上見た。どっから入るんかな。ここからだ。よし、こっちだ。すごいね、すごいね、すごいね。まだ見えない。すごい階段これ。着いた。こんにちは。ありがとうございます。あ、来る。よいしょ。一応食べ物と飲み物すべてセルフサービスになりまして、こちらの方から取っていただくお茶で焼いていただきます。わかりました。鉄板の上にこのクルシート置いてあります。油の代わりになってまして、焦げ付かないシートです。このままお肉など置いて油の、このまま焼けるんだ。あと中の方もご案内させて。はい、僕も使用しようかなと思ったけど、めんどくさいなと思って。俺の分も入れて。まだ野菜もここあるやん。オッケー、じゃあそんなところ。よし、もう占いしてるんだ。こんな感じ。メモリアーズ。よしよしよし、乾杯しよう。じゃあ乾杯。乾杯。うまいね。
キャンプみたいね。いただきます。うん、うまい。カブ美味しい。いや、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ帰りますか。ホテル戻ります。じゃあね、バイバイ。ごちそうさまでした。あ、知りたいな。面白いね。謎の建物だね。謎の階段だね。そうだね。占いやな。あ、占いしてもらうの忘れたね。あ、え、やる？じゃあ、歴史学者になれるかなっていうところを見てみますね。3枚のカードから導きます。では、開いていきますが。なるほどですね。歴史学者になるためには必ず勉強とか苦労を乗り越えた上でなれるっていうことが出ています。結構歴史については好きなのかな、うん、で好きなことが仕事につながるという暗示が出てますので、好きなことを追求していけばなれますよっていうことがこのカードになります。ただちょっと勉強をしないとなるようになるさってやっちゃうとちょっと逃してしまう恐れがあるので、必ず勉強するっていうのは必ずやってくださいっていうのが一応カードになります。このまま積んでいけば問題なくなれるかなと思います。ですって。満足した。簡単。ただいま。お風呂空いてますから。はい。お風呂行こうね。はい。ありがとうございます。あ、いいよって言っちゃう。いいよ。あ、楽しかった。いや、やっぱカンナは日本じゃないよね。すげえアジアだね。お、食材しますか。うまめ。はい、散々遊んできました。さあ、お時間は11時でございます。もう寝た方がいいんじゃないですか。おやすみなさい。美味しい。
美味しいでしょ。朝ヨーグルトあるの嬉しいね。なんかいいね、静かで。ごちそうさまでした。美味しかったね。満足満足でございます。ありがたいですね。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。はい、楽しんでください。こっちの。うん、こっちだ。カンナっぽい。こういうですね。あ、ここはな。これは地獄温泉流泉。これですね、蚊取り線香ですね。今から
煙を使って実験します。いきますよ、あそこの煙を見てください。おー、リアクションツーポテスト、ありがとうございます。じゃあもう一度いきますよ、次はこちら真ん中の煙いきます、そこ見てください。その影響でね、この色になってるんですよ。雨が降り続くと緑になるんですが、特に台風並みの雨が降っちゃうと、ああいう濃い緑になります。で、その緑から青に戻るには、徐々にね、晴れ間が続かないとダメなんです。では、こちら参りましょう。じゃあ、皆さん暑いですから、こちら日陰に入ってください。どうぞ。うわぁ、真っ赤だね。よく湧いてますね。深さが2メーターほどございまして、温度が95度ございます。そしてこの色ですが、池の底にある赤い粘物質の泥と温泉が溶け合って赤くなってます。いきますよ、皆様、ご覧ください。皆様ね、今、蚊取り線香の煙を使ってるんですが、物を燃やした時に出る煙、なんでもいいです。はい、ですね、いい感じになりましたね。これが本当の湯煙の量というわけでございます。殺してますか、皆様、OK ですか。では、皆様、拍手をありがとうございます。ああ、もう良かった、ありがとうございました。着いた、着いた、どうした、ただいまーって、ただいまー、暑いね、今日天気がすごいからね、しまった、私私ただいまー、ああ、なんかお家帰ってきたって感じね。マイタケさん、キャベツさん、タイさんと手羽先、トウモロコシ。これがポン酢だな。ポン酢と塩。塩です。めっちゃ美味しい。ご飯の手を持って、お塩を見てください。いいですよ。すみません。こちらもう一度中をお願いします。はい。よっしゃ、よっしゃ。どうぞ、はい、次はまたタイマーゼロで戻ってきてください、はい、ありがとうございます。あ、超うまそう、はい、どうぞ、チームとかも美味しそう、じゃあ食べましょうか、いただきます、お塩でもポン酢でもいいよ、どうぞ、いただきます、
食べちゃ待っておいてよ。やっぱヘルシーだよね。よし、終わった。はい、どうぞ。よいしょ。はい、ありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございます。今お疲れ切りますか。切ってもらっていいですか。厨房のカウンターで切ってくれます。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しそう、ほら。トウモロコシを切ったし。何個されますか。三つ。はい、どうぞ。ただいま。じゃあ、美味しそう。あら、ここにトウモロコシを乗せちゃいましょう。いいね。うお、見て美味しそう。うまいですね。じゃじゃん、どうぞ。美味しかった。めっちゃ美味しかった。ありがとうございました。美味しかった。美味しかったね。最高でございました。熱いね。あ、でも近いからいい。うん、よし、帰りました。ただいま。お疲れ様でした。お風呂もしよかったら。あ、嬉しい。じゃあちょっと後で話してください。はい、ください。ありがとうございます。はい、でも見てるの偉いね。さあ、お風呂に入りますかね。おー、いい感じ。あ、気持綺麗だし、本当に部屋ピカピカだよね。で、お風呂とトイレ、洗面は共用なんだけど、洗面もトイレもすっごい綺麗で、想像以上に快適でございました。皆さんもぜひ観覧の気兼ねなく過ごせる湯治、体験されてみてはいかがでしょうか。ちょうどね、地獄蒸し工房も歩いて3分ぐらいで行けるという、すごい便利な場所でございます。で、観覧自体もカフェが増えてたりとか、夕ご飯を食べる場所が増えてたりとか、自分で自炊しなくても快適に過ごせるなという印象を受けました。だったら、子連れの場合の家族湯のある、こういった鹿島も子供と一緒の旅行の選択肢の一つに入るのかなというふうに思いました。じゃあ帰りますか。はい、帰りましょう。おはようさん、バイバイ。バイバイ。はい、帰りますか。はい、帰りましょう。あ、楽しかった。お世話になりました。またね、バイバイ。よろしくお伝えください。ありがとうございました。
はい、ということで今回は別府市の神奈川温泉にある湯治宿万里キャ別館に親子で泊まりましたという動画でございました。湯治宿はお年寄りが静かに温泉を楽しむ場所というイメージが強くて、安い代わりにトイレや洗面所が古くて我慢しなければいけないというイメージがありましたが、この万里キャ別館さんとっても綺麗で快適で、まるで親戚の家に滞在しているような心地の良い宿でございました。ちょっと教えたくない宿の一つでございます。7歳を超えると未練は男湯に入れなくなるので、家族湯があるお宿はとってもポイントが高いです。さすがに防音性は高くないので声には気を使う必要がありますが、子連れでも十分に楽しめる湯治宿でございました。皆様も泊まってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまでです。今回も最後までのご視聴どうもありがとうございました。またよろしければチャンネル登録していただきまして、次回以降の動画を楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。